衣食所釈由美子様、横浜下水道150広報大使を令和5年3月31日まで委嘱します。令和4年7月26日横浜市長山中武晴、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。喜んでお受けいたします。レプリカです。はい、よろしくお受けください。ありがとうございます。出てるところでポーズ、仮面ライダーの仮面ライダーの中で、はい、すごい重たい鉄のマンホールをこう豪快に、でもこれまでは下水道っていうと水をただ処理して流すっていうイメージだけだったんですけども、これからは気候変動による、ね、被害だったり、あとは再生可能の持続的な社会に向けての取り組みっていうのも、はい、期待しております。まさにおっしゃる通りで、今カーボンニュートラルがですね、全世界的に取り組むべき課題になっていますけども、はい、この下水道に関してもですね、今後脱炭素がキーワードになると思いますので、まあ、そこに向けて横浜市としても取り組みをしていくところでございますので、まあ、そういった観点からもですね、ぜひそういったことを、まあ、していただいている釈さんに、広報大使になっていただきたいなと思います。はい、なかなかたくさんの市民の方たちは下水道っていうとどんなイメージなのかっていうのが持たれないと思うので、うん、私もまずは一から勉強させていただいて、たくさんの方に知っていただけたらいいなと思っております。ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。投、はい、げるようなポイントがありますか。言います。マンホールをいつでも投げられるように、こうちゃんと筋肉をしっかり